はい、皆さんこんにちは、えー。今日はですね、スクエニックスさんが、えー、公開したライフストレンジトゥルーカラーズの新たなトレーラーを見て。 感じたことを話していきたいと思いますが、まあ、こちらのタイトル、t ライ v ス s t r a シリーズの最新作ということで9月10日に海外で発売なんですけどこのシリーズはいつも結構日本での展開が遅れる傾向にあるんで,で、ね、日本がちょっと後になるかなという感じがしますけどプレイステーション4、5、スチーム、XBOX シリーズ X、x b o x One, ステディアで発売予定となってますけど、はい、今回、トレーラー見て今井さんの感じたことはどんな感じだったんですか そうですね、説明だったということですけど感情はよ、まあ、ある種読める。はい、人の感じていること考えてることは分かる、ね。わかるでしかも色で表現されてる、はいまあ、ゲーム的にはで、まあ。その意味では結構 オーソドックスなな能力だなと思いました、ね、超能力のタイプとしては割となんか一番最初に出てくるぐらいうものです、ね。これまでの RPG とかゲームとかでもあのそういうあのフィーチャーってなくはなかったと思いますよ、ね多分まあ。ただ今回の話はあの多分これまで以上にちょっとなんかミステリーっていうか、うん、犯人探しみたいなところが強くて探偵物語っぽい感じでその超能力を使ったその、ね、やっぱ謎を追うとう感じで、うん、最初から自分の兄が死んでるっていう設定で、はい、その謎を。 まあ、あともともとはあの「Life is a Strange とかはすでにそこに住んでる人たちとの交流があったんだけど、まあ、ちょっとストレンジャーとして訪れて帰って,、ね、帰ってきて何してるのっていう感じでいろいろみんなのミステリーがあるみたいなはい、はい、だから、まあ、その意味では、まあ、非常にまっとうなシステムだと思うけどうん、うん、非常にオーソドックスで。 まあ、あとはしお話に期待かなってところはやっぱありますねまあやっぱその確かに帰ってきた人としてそ,のそこにいる人たちのことをよく知らないっていう意味では彼らのことをもっと復活知るきっかけとしてその超能力があるし、うん、その誰が犯人なのか探し当てるっていう意味でも。 そ、ま、マッチしてるところはあだ,だからそのやっぱすごく僕が感じたのがマレ、まあ、フフステンジ1は本当にその超能力、まあるいは時間をもき戻すとこだったんだけど、うん、主体とした、えー、とアドベンチャーゲームだったんですけどそこからと「ビフォー・ザ・ストーム」っていう戦術担当2がまあえっ、ー、と 2>, 2に関してはその自分の弟が超能力を持っているけれどもいずれにしてもどちらも超能力が以前ほどそのメインフィーチャーではなくなった感じがあったのに対して、うん、今回は別の能力ではあるけれどもそこをまたメインに戻してきた印象がありました、ねまあ、ゲームらしい設定ではで、ね、そうですて どういうふうういいいふに使っっててけるのかっていうことをメイまあただやっぱりその,その選択を迫られるところはやっぱり重要にしてるじゃないですか。うん、こそこはなんか若干なんかどうやっても落ちがちょっと見えちゃうところがあってっていうのはまあその厳しい決断を迫られるみたいな話がやっぱりよく出てくるけど。 まあこれって不,あの不思議なものでゲームだから自由にしていいけど自由にしてもどっちもやっぱりあんまりうまくいかないような話になりそうだなって <laughs> いやライフステージいつもそうですよ、ね、そうです、ね。<laughs> 結局なんか自分がそっち選んだとして俺が言いたかったのは微妙に違うんだよねみたいなね <laughs> ことは結構よくあってでそういう意味では今回のそこで、まあ、調査パートみたいな形で、うん あの超能力を使っていくのかなというイメージを僕は持っててうん、うん、そこで得た情報をもとに選べる選択肢が変わってくるし、うん、まあ多分あのこっちにした方がいいんじゃないかみたいな想像がつくんだろうけどただやっぱりなんかおそらくねこれいわゆる分かりやすい犯人探しがはやっぱりなんないのかなっていう気がしてて、うん、なんか不幸な話だけどなんか誰も悪くないみたいな話になだったりしそうだなっていうあ<ー>まあすでにそういう雰囲気がしてくる。 事故だった的なオチ事故だったとか、まあ、あとはいろんな理由があるとかね個人が自分がそれをやっても正当性があるみたいなことをさすが今井さん鋭いまあただ、まあ、出てみなきゃ分かんないんでそれは置いといて、まあ、あのすごくあの一見して思うのはグラフィッククオリティーがめちゃくちゃ上がりましたねまあんかもはやまだやっぱその若干なんていうんですかねデフォルメされたビジュアルではありますけど、うん、まあそのまま もうリアルでできるんじじゃなないいみたいな感じまで来ました感まま来しね,ねあの前ドントノットが作ってた、えっと、もう一つの Xbox ゲームパスとかに入ってる二人の兄弟の双子のやつありますけど、うん、あれとかも相当綺麗だったんですけど、はい、でも今回ドントノットじゃないんですよねそうですね開発音が別なんですけどねリフォーストーム作った方ですねはい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 、まあ、かなり、えー、とビジュアルも綺麗で,でやっぱり僕が個人的にちょっとやっぱ 懸念してるこれ本当に僕個人の問題ですけどやっぱり「2」とか「ビフォー r t ー e r s t で好きだったのはその超能力がそこまで重要じゃなくなったところだったんで,うん、うん、で今回本当すべての選択肢に超能力が影響してきますみたいなナレーションもあったんで、うん、そういう意味でちょっとなんか僕にとってはちょっとそこが残念かなっていう感じが若干してますね。 思んだからこれってあのそもそも人の感情を読み取るってこと自体がちょっとそのモラリーになっやっていいかどうかということだよね。まそう場合によってはそういうのあるだろうね。だから、ね、あのねあのワンワンはまあネタバレほどじゃないですけど時間巻き戻すってのはもう超なんか禁じてなわけじゃないですか。 それをやっちゃったことの問題点というのはやっぱり焦点化になるからこの話も、まあ、最初はさなんか物事っていうかゲーム知りたいからいろんな人の感情とか読み取って何考えてるか分かるって言うけど最終的にそれをやることが問題かっていううまい形に済んだらあそれはそれでいいかもしれないですね絶対に使わなきゃいけない場面はあるんでしょうけれどもそのどっちにするか選べる場面はあるだろうしね。確かにその辺は えー、面白くでできるポイントななのかもしれいまああと今回はあまりフィーチャーされてなかったんだけど主人公の、えーっとね、衣装とかもいっぱい出てくるとかそういったところは細かいところでは前よりもちょっとグレードアップしてるとかですね。なんかそもそも舞台ももう少しなんか前は「ライフストレンジってそってシーンごとにこう切り替わっていく感じじゃないですかです、ね、今回もそうかどうかは分かんないですけどもう少し「その v e っていう街を、ねうん、フィーチャーしてるのかなっていう気がするので。 オープンまでは行かないにしても、もう少しその自由。まあ、でできるかなってまあでも。昔のあの、だから、その、なんだろう。 あの最初の「ライフ e i ストレンジのアルカディア・ベイっていうのも、はい、まあ言ってもそんなにでかいわけではなかったんだけどね。そ,そうですね、まあ、その学校はある程度自由に探索できてできたあとは家とかレストランとかで、まあ、場所まあというとちっちゃく作ることの良さであの、まあ、結構密度は高く作してたから頑張ってるんだけどそ,そ,まあそれをあの両立してくれた方がやっぱり良くて山だからまあ途中のなんか小屋まで行くのに少し散策できたりすると。 良さそそうだし、はい、そのトレーラーで映ってる感じでもあれこれこ場所の舞台がわかんないけど、うん、ロッキー山脈かアパラチア山脈かわかんないけど結構アメリカの山じゃだったじゃないですかやっぱ綺麗だしそういう意味でぱテール・ミ・ワイ」さっきちょっとタイトル出てこなかったですけど今、はい、までどんどんとか開発して今回開発が違うけれどもあれもそのカナダの田舎という舞台でやっぱその主人公の家にたどり着くまで船に乗ったりとか結構景色が広がってたりするんで確かに。 こう自然的な環境の中でやるとディテールとその自由度をもう少し両立させられるのかもしれないですね。そこは環境きれいだったら逆に人工物がなくてもいいからそんなにまあ密度はそこまで濃くなくても、まあ、歩いてて楽しいっていう見かけを作ってまあそうですけどそうなってくるとやっぱそのやっぱダイフィスチュージでン構そ結構探索で環境ストーリーテリングが充実してたりとかっていうところがあるんで、うん、そこを同時にできる環境は、ね、まあその人の家に入ったら,ったらたい,いっぱいであるとかしてほしいと。 と思いますけど当然だからまあヘイブンっていう街自体はそのね多分狭いんでしょうけれどもまあある程度なんていうんですかこう外でもやっぱいろいろと人が歩いたりとか普通になんか街なんでまああとオープンワールドみたいにしたら今度あれの問題あるじゃないですか人々の行動パターンみたいなああね、うん、そ,うそこはかなりやっぱ大変まあある程度そこはやっぱエフェスチェンジ1の,その,あの学校とかでやっぱその 一つの目的までやったら時間が飛んでみたいな、ねでまあ、そうじゃないと,ちょっとドラマ的には作りにくいですねどちらかというとゲームというよりもそのテレビドラマみたいな構成でなってるから5幕ぐらいあっていつの日にちをまあやるとかね,ねある目的を果たすまで時間が止まったような定義でキャラクターがそれぞれの場所にいるみたいなまだ完全オープンな感じではないんでしょうね、はい、とは思いますけどね ということで、発売日をもう一度言って。9月10日ですね。意外に近いですけど、まあ、日本は1年ぐらい遅れるのかな。そうですね。あと、今回、エピソディックにするかどうかもちょっとね。なんか、最初から出すっていうことを最初に言ってたと思うんですよね言ってた気がするね、確かに。で、まあ、ただ、日本でも変えるは変えるで、やる人はた分いると思うんで、まそのま反響を持って、またローカライズするかどうかですけど、ただ、その私思うけど、あの、 今回のその全体のスクエニのタイトルの中でも、このタイトルあることやっぱ重要だと思ってて、スクエアフニックスがちょっと過度に FF とかに頼りすぎてる感は強いじゃないですか、ガーディアンス・オブ・ザ・ギャラクシーとかもあります,、ね、まあありますけど、まあその言うてもその巨大 IP の中で、ちょっとなんか変わったものとか、はい、なんかそのなか現代劇とかあんまないから、そうですねいやかなりその独特な IP としてうまく成長してる感じはそう思いますね。 やっぱその同時にやっぱドントノットがずっとやっぱ他のこともねやりたがっているんでビフォーザストームの時もそうでしたけれども他の開発さんにやらせてでもこれをこうなんていうのか途切れさせない感じが結構いいんじゃないですかね,すね、まあまあ、逆にドントノットは結構その最初のあの IP をスクエニガに渡してしまったことに対して後,うう、ね、後悔があるということをはっきり言ってましたけど <laughs> あそうなんですかインタビューで答えてますけどあ<ー>、まあ、ちなみにあのライフストレンジワンとえっ、ー、とビフォーザス,ストームのリマスターも、えー、あそうですねはい こちら、えーとえー、グラフィックのアップデートという形ですね。はいはい,はいはいはい。そんなとこでしょうか。はいそんなとこですね。まあ、えー、9月10日、僕はあのーまあ、英語ができるんで遊ぼうかなと思ってます。はいはい、ではわけで,、えー、ご,視でご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。